こんにちは、親パンです。最大1800ワットまで使えるコンパクト軽量なポータブル電源のご紹介です。ポータブル電源に興味がある方は最後までご視聴いただけると嬉しいです。ポータブル電源は高出力なほど重くて大きいので持ち運びに不便ですが、それを打開した製品が静かに発表されました。それがエコフローデルタミニです。でこれがすごいところなんですが、見た目はこのデルタシリーズのデザインですよね。デルタプロをコンパクトにしたサイズになっています。でどれだけちっちゃいかって言いますと、ちょうどここにあるのがこちらリバーシリーズのリバープロになります。サイズも持ち手のところだけ出っ張ってますけど、ほとんどね幅も変わらず、高さが若干ね高いぐらいで、これだけコンパクトになったデルタミニ、重さはねこちら11キロありますけど、まあ全然重くはないですね。でこちらは最大1200ワットまで、こちらは1800ワットまで使えます。容量も720ワットアワーからこちら882ワットアワー、容量が大きくなっています。コンパクトで出力の高いポータブル電源がいるということであれば、こちらデルタミニの方が向いているのかなって思います。リバープロは X ブースト機能、1200ワットまでの家電が600ワットに落として使えますが、どうしても電子レンジとか600ワットを超える IH 調理器が使えません。しかしデルタミニでは定格出力が1400ワットで、X ブースト機能を使って1800ワットまでの家電製品が使えます。ほぼこちらであれば電子レンジとか IH 調理器、ドライヤーもちろん使えるというところが非常にメリットが大きいかなと。それでいてとにかくコンパクト、まあデルタプロをちっちゃくしたって感じがします。デルタミニの特徴は、エコフローリバーシリーズ、デルタシリーズ、いずれも高速充電機能が搭載されています。一般的なポータブル電源はこういった AC アダプターを使って充電します。充電時間がかかりますし、もちろんこれをね持ち運ぶのも邪魔です。よく電化製品とかに添付されているこの電源ケーブル1本だけで充電することができます。災害時、もちろんアウトドアであっても消費したバッテリーを充電するのに8時間かかると大変不便です。このデルタミニであれば 0% から 100% までの充電が 1.6 時間でできます。これはポータブル電源使う側にとっては非常にありがたいです。デルタミニのパネルになっています。リバーシリーズやデルタシリーズ共通の画面になっています。まあ非常に分かりやすくて見やすいです。こちら USB-A のポートが3つ、そして高速充電対応が1つ、 USB-C が 100W 対応しています。 AC コンセントが5つ、使用する場合はここでオンオフができます。そしてシガーソケット1つ、 DC5521 出力の38W が2つ使えます。こちらもね、こちらでスイッチオンオフができます。入力ですが、 AC コンセントからの入力が1つ、ソーラーパネルからの入力が1つ、でこちらリセットスイッチですね。でこちらにスイッチでねできますけども、急速充電か低速で充電する方法、2種類ね、使うことができます。急ぎでね、充電したいときは急速充電。静かなところで充電したい場合は、こちらで低速で充電することもできます。付属品ですが、こちらね、AC ケーブルと、ソーラーパネルからね、充電するケーブルが1つ。DC5521 から5525のケーブルが1つついています。これ私もね使ったことないんですが、まあ一応ついています。サポートは日本で受けることができますので、購入してからも安心して使ってもらうことができます。はい、こちら
1300ワットのドライヤーになります。使ってみましょう。どうですか、使えてますね。熱っ。ドライヤーのね、性能がそのまま使えている状態になっています。でファンが止まるのも早くなりましたね。ここも全然違います、ね、ケトルを使ってお湯を沸かしたいと思います。はい、 500cc のお湯を沸かします。ではこっち、あれ、1400ワット弱でね、ケトルが動いています。では何分で沸くでしょうか。早っ。はい、2分30秒でね、沸くことができました。いやー、やっぱ早いっすね。リバーシリーズであったらもっとねかかりましたけど、デルタミニは2分30秒でね、500cc のお湯を沸かすことができました。あ、これはすごい。このデルタピニの大きさで普通にケトルがね、1300ワットのお湯を沸かすことができるっていうのは大きいですね。デルタミニで電子レンジを使います。このクラスで電子レンジが使えるってすごいですよね。ではまずね、500ワットからテストしてみます。余裕ですね。もう普通に動いています。大丈夫ですね。今500ワット、600ワット、いずれもね使えました。ではね、ここに1000ワットって書いてるので、まあ、これもちょっと試してみたいと思います。ではちょっとテストしましょう。おお、動いてますね。普通に1490って出てますね。低角出力が1400ワットなので普通に動いています。あ、終わりましたね。ちゃんと電子レンジは動きました。